藤枝ミブックは、日本の静岡県藤枝市、島田市、八重洲市、牧野原市、吉田町、川根本町をホームタウンとする、日本プロサッカーリーグに加盟する、サッカークラブ。2009年に創設。2010年に、静岡 FC と合併。2013年に J リーグ準加盟クラブとして、承認され、2014年に J リーグに入会した。 運営会社は株式会社藤枝ミブック、ホームスタジアムは藤枝総合運動公園サッカー場、練習場は八重洲市の藤枝ミブックサッカー場である。かつてはイギリスのマイフットボールクラブに次ぐ世界で2チーム目のネットオーナーシステムを採用し、ネットオーナーによる議論、投票により、戦術、運営、強化方針、人事などを決定していたが、 2015年にネットオーナーサイトは閉鎖しており、アイデンティティを失った状態で今日に至る。なおネットオーナーの会員数は、無料時代は3から400人、有料時代は60人程度であり、活動は困難な状況にあった。クラブ名称のミブックは私のフットボールクラブに由来する。エンブレムは藤枝氏を表す縦にサッカー伝承の地を示す。 緑色のストライプを配し、上に、ミブック、中央にサッカーボールと藤枝氏の主張であるウグイス、左右に上がり富士の図柄がある。このエンブレムの原案は、運営事務局が作成し、ネットオーナーの投票で選出された。オフィシャルマスコットは、京都サンガのパーサ君と同じくフェニックスが、モチーフの蹴飛ばし小僧。サポーター投票で2015年12月に、発表。 2018年3月に名前が公表された。母体となったのは藤枝ネルソン CF である。チーム名のネルソンは元日本代表のネルソン吉村に由来している。藤枝ネルソン CF は静岡県社会人サッカーリーグで活動したほか全国社会人サッカー選手権大会に一度出場した経歴を有する。2008年11月 ネットオーナーシステムを運営するミブック、運営事務局と藤枝ネルソニー CF は、同クラブを運営候補とすることで合意した。アカデミーでは、ミブックヤイズ U-15 を所有する。また、2013年12月に、女子サッカーチームとして、ルクレミブックを創設し、その運営会社として株式会社、ミブックマーケティングを設立した。 静岡 FC と統合した直後は、静岡県リーグ一部に所属していた旧藤枝ミブックを FFC に解消し、セカンドチームとしていたが、メンバー確保が困難となり2011年3月に解散した。ありがとうございます。